ボンクラ映画館支配人の座頭市でございます。今回はおかず映画について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。はい、今回もよろしくお願いします。村上ロックです。はい、中浜です。よろしくお願いします。どうも、明美列車です。よろしくお願いします。お願いします。あの、半年ぐらい前でしたっけ、あの、はい、フリートークであのおかず映画っていうのをやってみたんですけども、うん、意外にあのリアクションが大きいと言いますかね、はい、あの結構聞く人が多いというか、うん、でなんでだろうと思ってちょっと調べたら、はい、あのヤフーの知恵袋の掲示板に、うん、ツタヤで18歳未満でも借りられるエロい DVD を教えてくださいってなんか質問が来てて、うん、リスナーの誰かが前回のリンクを貼ってたんで、うん、やたら覗きに来る率が高かったですよね。あ、ここでそれ話してますよってことで紹介してくれたんですか。はい、でまあ、なんとちょっととね、今回あのメール募集して、うん、リスナーさんのおかず映画を募集したら、うん、まあ何通か来たんでちょっと紹介してみようかしら と、はい、という回でございます。うん、おインタラクティブな感じで ね、双方向な、ね、そういうことです。うん、ですよね。格好がいる放送になりますね。確かに。まあ、ある種なんかカミングアウトのメールみたいな感じなんですけど、面白いですね。でね、自分の性癖を喋ってるわけじゃないですか、メールで。いや、相当これありがたいですよね。ありがたいですよ。実名の人はやっぱりいらっしゃらないんですね。あ、もう 全員ペンネームですね。さすがに。そうですよね。じゃあちょっと1通目紹介します。はい、とっとこ衝撃太郎さん、うん、支配人の座頭市様、ボンクラの皆様こんにちは。ボンクラの皆様こんにちは。ボンクラです。皆様の織りなすボンクラグルーヴ感がたまらなく軽い嫉妬さえ覚えます。いつまでも中学生をしていてください。さて、おかず映画の件ですが、平成元年生まれの我々にとっておかず映画という概念がそもそも存在いたしません。平成ジャンプな我々はいつでも気軽に AV を見れるのです。映画で抜くなんて人様の前で言えるものではありません。そんな時代に生まれた私は高校時代バレー部の先輩に映画で抜いたことがあるかと聞かれました。これは何かの不明かと感づいた私は、本当にこれまたベタですが氷の微笑で死ぬほど抜いていたことを隠し、土曜の昼間に韓国映画イルマーレの主演女優に一目惚れし、いつ脱ぐのかとズボンを下ろしながら期待していたものの、結局女優が一回も脱がずに映画が終わり、なぜかその映画に感動して号泣してしまったエピソードを披露しました。うん、我ながらすごく素敵な話だったにもかかわらず先輩の反応は微妙でした。うん、映画で抜くということはタブーだったのです。結局私は今見るとそれほど大した映画ではないのですが閉じる、そのイルマーレを何度も鑑賞し、ここ留学先の韓国で皆様のポッドキャストを拝聴しているというわけです。あ、やらせよやらせよ長々となってしまいましたが、ともかく我々の世代ではおかず映画という概念がないということだけお伝えさせていただきます。これからも更新楽しみにしております。今あの僕はアンニョンハセヨって言ったんですけど、韓国人の人じゃないんですよね。留学って言ってましたね。はい、ありがとうございます。という人です。もうすごい若い人は映画で抜かないっていうの、平成生まれの、ね、方がこんな立派な文章を書くんだなって感動しちゃって、書けないでしょ我々。書けないですね。そうそう、潮時ですかね。でも立派な文章の割には書いてること俺が抜いてるおかずの話なかなかいいですよね。最終的にそんなおかずはないっていう、ね、抜くのか抜かないのかハラハラハラしますね。ちなみにイルマーレって誰も見てないです、ね、確かあれハリウッド映画でね、あの、うん、キアヌ・リーブスとサンドラ・ブラックでリメイクしたのは聞いたことあるんですけど、うん、ちょっと見てないですよこれ。この人は、まあ、そのイルマーレを見て感動して泣いた、うん、でもその時ずっとパンツを脱いでたっていうことでよろしいんですか、ね、スタンバってたのかもしれないです、うん、パンツを脱いで泣く、なんか意識的な感じがしてね。そういう作り話を先輩にしたっていう話ですね。いるんですよね。うん、本当は氷の微笑で散々抜いてたんで、ね、ああ、そうか、うん、そうですね。まあ足組み替えるためにね、もう出てたんですよね。出てたんでしょうね。いい話ですね。いいね。シャロンストーンね、あれ丸出しだったらしいですからね、やっぱパンツ履いてない。ああ、そうそう、言ってましたね、うん、シャロンストーンがね。シャロンストーン言ってましたね。シャロンストーン語であれは私はちょっとでも皆さんにおまんの毛を見ていただきたいっていう、うん、もうお金のパターンが全部一緒ですね。愛人は丁寧に通訳してるだけだから、あ
じゃあ次行きますか。はい。大輔さん。大輔さんはよく聞いてくれてる人ですよね。はい、ツイッターでもよく。ツイッターで大活躍。すごい面白い人ですね。面白いですね。なんですかね、ブルーカラー系の仕事をついてるっぽいですよね。なんかどうやら。ね、今日は雨だから、今日は休みだみたいな。もう毎回あれ楽しみにしてるんですよね。同じ仲間みたいな感じになりますね。僕一緒ですね、シンパシー。同じ部室にいるな、この人。絶対にいますね。会ってはいないんですけど、毎回同じ部室に行ってる感じがしますね。感じしますね。エマニュエル夫人の4作目、リボーンということで、エマニュエルです。うん、当時、うちの親父が外国版の無修正のビデオを持っていたので、うん、僕の性癖、エロ性癖の始まりは、初めて劇場で見たキングコング、かっこ1976年の、ジェシカ・ラングさんなんで、いまだに金髪グラマーが最高のおかずです。スペースサタンのファラー・フォーセットとか、ラクエル・ウェルシとか挙げればキリがありませんが、とにかく藤子ちゃんタイプの女性が大好きです。では放送を楽しみにしております。お体に気をつけて、あと、そろそろ TT の映画もぜひ、というのを聞き込んでくれてる感じのね。大輔さんですね。こういう金髪の方ってことですね。ここら辺が大輔さんの好みの。でもいいですね。確かに。あ、いいな。大輔さんはおいくつぐらいの人なんでしょうね。多分同い年ぐらいだと思う。ちょい上かな。ちょっと上ぐらい、ね。キングコングで、その、あれでしょ、ゴリラに抜かれた。セックスアリスだったわけでしょ。でもゴリラだったらちょっとびっくりですけどね。ジェシカ・ラングですね。うん、いや、すごいですよ。自分がゴリラになった感覚で。ということでしょうね。やってるわけでしょ。うん、バイオレットジャックみたいなね。かっこいいですね。筋肉がゴリラ、筋肉が狼。いやー、世紀末感たっぷりの、ね、名誉リスナーですよ。でもめちゃくちゃ映画詳しいですよね。詳しいですよね。TT 映画も、じゃあね。TT っていうのは、あれですよね。武田鉄矢。武田鉄矢。じゃあいいですかね。はい。で次に行きます。香港の微笑みデブさんからですね。うん、いつも楽しく拝聴しております。毎回小生好みの映画を紹介してもらえるのがたまりません。これからも配信を楽しみにしております。また小生のおかず映画はホラー映画のラストサマーです。ジェニファー・ラブ・ヒューイットのタユンタユンのおっぱいがたまらんです。とにかく中学生当時の私には刺激が強すぎましたと。あとマトリックスのキャリーアンモスもなかなかいいおかずでした。トリニティの着るボンデージ股間、あ、ボンデージの股間の部分に顔を埋めたい一心で数週間を過ごしていたことがあります。それも完全マトリックス入ってますよね。仮想世界に今も昨日のことのように思います。とにかくあの蒸れたボンデージをくんかくんかした噴火したいです。はい。これが小生の2大おかずになります。うん、何卒よろしくお願いします。今週からちょっと映画とか関係ないと思ってますよね。もうマトリックスの主人公からメールが来たりする。ボンテージで、ボンテージがね、チンコを追ったみたいな話ですよね。追伸。あとたまに飛び出すロックさんの役者モノマネが好きです。うん、タクボン、TT、かっこ、武田鉄矢。渥美清をリクエストするのでお願いします。うん、スターって書いてますね。うん、これあ戦後猟奇犯罪史の2話目のスターになるための特訓の時にスターっていうエイトマンの歌を歌ってた人の事件ですよね。ジェニバー・ラブ・ヒューイットとキャリア・モスが好きだな。なるほど。いやなかなかそのもうその。なんですか、メールが面白くてちょっとびっくりしましたね。あの、たゆんたゆんとかね、くんかくんかとかね。これ、詩人ですよ。ひらがななんで、すごい詩人だ。宮沢賢治的な何か感じです。ゆやんゆよんみたいな。なんか、あらちゅうやな。あらちゅうやですよ、俺。すごいっすね。あ、でもなんかいいですね、そういう思い入れをちゃんと吐露していただけると昨日のことのように美しい日本語使ってきますしね、なかなか素敵な感じで、ね、ここは辛いよ。あの正月に最後ね、寅、うん、さんがあの汚い字で送ってくるハガキみたいな昨日のことのように昨年はいろんな寅さんがいるんですよね。本当ですね。ありがたいですね。本当でもありがたいですね。宝物ですよ。宝物です。
ですか。じゃあ、はい、じゃあ次ありがとうございました。白のロータリークーペさんからです、うん、ボンクラ映画館の皆さんこんにちは、おかず映画第2弾ということでメールさせていただきます。ボンクラ映画館内で取り上げる作品は旧作が多いので、うん、最近の映画で恐縮ですが、私の好きなおかず映画はピラニア 3D です。ほう、近年のスプラッタ映画の中でも人体破壊描写のレパートリーが多く最高の出来でしたが、うん、なんといっても正しい3D の使い方をやってくれたのが嬉しいところです、うん、せっかく飛び出すならおっぱいとお尻が飛び出さなきゃ意味ないじゃないですか、うん、なるほど、私にとってのハンバーグカレーですよ。 3D といえば本作についてジェームス・キャメロンがこんな低俗な作品と激怒していたそうですが、うん、私には殺人魚フライングキラーのトラウマじゃないのとしか思いません、うん、正しいですね。もうなんかうなずいちゃいました ね、うん、ですね、説得力があるご意見ですね。この方は賢いですよ、お勉強のできる方ですね、ですね、学の理路整然としてましたもんね、うん、3D 見ました？ピラニア。見てないです。見てないんですよね。行くんだったら絶対劇場だよなと思いつつ行かなかったんですよ。今ちょうど第2弾やってるぐらいなのかな、もうすぐやるのかな。あ、もうすぐ2がやるんですよね。 3D ってほらもう家庭には普及しそうにないじゃないですか、はいはいはい、もう無理があるんだ。もうめんどくさいでしょ、メガネかけて離れてみて、うんうん、斜めから見ると変な画面になるし、あれやっぱ劇場でね、うん、見に行くしかないですよね。すこれはもう人いっぱい人がいてワイワイ見るのが一番面白いだろうと思、うん、DVD で見ちゃったんですけどね、私も、はいはい、3D ってでもね、おっかないですよね。まあまあだからやったんでしょうね、ピラニアも、うん、飛び出さないピラニアより飛び出すピラニアの方がおっかないし、飛び出してきたのはやっぱおっかないですね。おっかないですよ。わーってなりますよ。去年俺ジャッカス 3D を見に行ったんですよ、うん、あ、ゲロとかね。そうそう、あれね、なんか中間さんほら AV 見てて塩が飛んできて避けたって言ったじゃん。びっくりしましたね。あれやっぱあるでしょ。で、ドグマっていうところで東次郎さんっていう監督がいるんですけど、その人はやっぱね 3D すごい好きで、まあ、元々映画をやってた人で映画も好きなんで、なんか可能性をすごい感じてるんだわ私は、と。で僕あの AV やった時はゆで太郎っていう名前があるんですけど、うで太郎くんって呼ばれてるんですよね。うで太郎くんちょっとこっちいらっしゃいってその東次郎さんが撮ったあの 3D の試写会みたいなのがあって、一緒に並んで座って見ててごらん、腕太郎くん。お塩飛んでくるからね。二人、うわっつって呼んで、もうアトラクションですよ、おっさんと小僧が。で、もうケロとかもどんどん飛んできて、うわっ、うわっつってね。結構マトリックスっぽいね、避け方になるんですよね。なりますね、こう、左右にね。うん、かからない。ああいうね、ホラーとかエロとかには抜群に強いですね、3D は。あれ、なんか前、研修行ったって話しなかった？行きました。3D カメラの。パナソニックが家庭用で 3D のカメラを出して、はい、出す直前か出した前直後ぐらい、こういうふうにやったらあの効果的に 3D 作品作れますみたいな講習があって、はい、そこでなんかいろいろ聞いたらね、やっぱすげえ面倒くさくて、とにかくもうエンジニア必ず一人入れた方がいいぐらいの距離とかの測り方があるんですって、視差を利用するから右と左の、うんうんうん、で、なんだろう、そのクロスするポイントみたいなのがあるんですって、うんうん、右目と左目の、うん、でそれあんまりに近すぎるとやっぱ物見れないじゃないですか、ピントボケで、だから飛び出しすぎても破綻するしできるんだけど、まあ見ても全然面白くないよと、うんうん、ちゃんと飛び出すその最善の距離みたいなのがちゃんとの、うん、あって表で、うん、見方とかもちょっと難しくてね、そうだね、うん、かなり理系な感じでしたよ、うん、そんなこう難しいね、仕組みでおっぱいを飛び出させるっていうのはやっぱ素晴らしい着地点ですね。で現場にその 3D グラスをかけたエンジニアがおるわけですよ。ふてぐにして、うん、まあ、そのずっと呼ぶわけじゃなくて最初の 2,3 回来てもらって普通を伝授して、 あとは、ね、あの素人がやるんでしょうね、うんうん、なるほどね。意外にそういうところで苦労してる。苦労してますね。でも 3D は僕自身見るのは好きですけど、手出すのはちょっと大変だなと思って、うん、加熱すげえかかるし、あのライト焚かないとダメなんですよね。あ、そうなんだ。簡単ってそうだね。そう、あれグラスかけるから暗いでしょ。ああ、そうそう、うん。で、やっぱりなんつうの、ピントの合う範囲とかの調節とかが必要になってくるから、はい、とにかくたくさん焚かないと、はい、絞りっていうのはピントが稼げなかったりするし、あれはね、厄介ですよ。うん、作るの本当大変怖いですしね。怖いですね。最終的に。
カメラも人間の目みたいになってるから、うんうん、怖いです、ね、うん、ちょっと意外な裏情報ありがとうございます。いえいえ、じゃ次いいですかね、はい、ミスターピンクさん、はい、皆様こんにちは。こんにちは。じゃ、おかず映画の第1弾を拝聴してお葬式タンポポが話題になっていましたが、うん、私にとっては痛み映画というと丸さの女の方がストライクな映画でした。まあ、オープニングで監獄の胸を吸っているシーン、うん、江沢萌子さんが貸金庫の鍵を隠したと疑われて服を脱いで股を開き、女はここに隠すんだ、さあ見ろと叫ぶシーン、うん、山崎努さんの演じる権藤の愛人がティッシュを挟んだまま歩いていく姿、うんうん、小学5年生の頃ゴールデン洋画劇場の枠で偶然見た時は衝撃でしたと、子供などで丸さや脱税とか言われても全く理解できませんでしたが、うん、エロシーンだけはしっかり記憶に残っています、うん、次の週の学校にて男子の中では丸さ見たという持ちきりでした。かっこ笑いって中に笑いますね、本当に。丸さ見た。いいフレーズです。中には家族で見てしまいフリーズしていた友人もいました。ありますよね。私は幸運にも両親が外出中で一人で見ていたので助かりましたと。ちなみに、冒頭の看護婦の渡辺真知子さんはスイートホームの間宮夫人の人でもあります。そうなんだ。また痛み映画の前作のタンポポは母親が子供に授乳シーンで終わりましたが、うん、マルサではオープニングで再び授乳シーンなので、うん、意識して作ったのかもしれません。意識してるとこの方もご立派なご意見をお持ちの方ですね。多分僕と同じぐらいの年ですよ、これ。あ、本当はこの時にやってたってことは。ああ、そっかそっか、その年代的に。この人の意見はすごいよくわかりますね。わかりますね。賢い。賢いですね。ちなみに、マルサの時はテレビ、僕テレビで初ですね。家族とは、いや俺多分家族と見てやっぱりドキドキしてると思いますね。お葬式のあの立場君とか完璧ですね、家族と見てました、ね、うわぁ結構ね、結構なことになりました、まあ物議はかまる、丸さに限らずでもやっぱりね、学校行くとその話題ですよね、昨日丸さ見たとか丸さ見たでしょ、昨日見たかあれ丸さじゃねえんだけどね、見てんのはね、丸さ見たってなんかすごくいいですね。かっこいいですよね。挟んだティッシュを見てるだけなんですよ。なんでティッシュ挟んでるんやろうかみたいなね。痛み、僕もだからやっぱ痛み十度の映画、あれなんで他の映画よりもエロいんだろうなと思った、うんうんうん、結論はね、最近出たんですけど、はい、この映画に出てくるおっぱいもね、乳首が茶色いんですよ、うん、なるほど。そうするとなんかこう生々しい感じがして、すげえやらしい、綺麗に撮ろうとしてないなんかね、うん、なんか生っぽい感じがしますよね、うん、全部そう思います、ね、なんかもう美しく撮ろうというあれを捨ててますよね、うん、もうエロキャラ別にいいわみたいな、うん、あいつすごいっすね、あいつすごいっすね死んだんでしたっけ、死んだみたいですよ、いつ死んだの、いつ死んだの、結構前ですよ、97年ぐらいじゃん、そっか、今生きてたらどんな映画撮るのかな、ね、原発とかのやつ撮ってほしたからすごいエロかっただろうな、あ AV とかもね撮ってほしいですよ ね、面白い AV 撮れそうですよね、うん、宮本信子とか出すんじゃないかしら、ね、うん、いいなタンポポ、丸さやっぱエロかったですね、ほんとね、丸さ2もエロいですしね、うん、その授乳シーンで始まるっていうね、確かにそうですね、そう気づかなかったですけど、うん、そうでしょうね、すげーいい面白い考察ですね、うん、でもあれジジイの授乳はあれね、よかった、あれでじいさん死んだと看護婦がねおっぱいに胸を当ててちょっと思いを馳せるみたいなね、もうおっぱいをやることはないのかしらねみたいな絵がまたね、全くセリフもなくそのカットだけなんですけど、オープニングのねおじいちゃんがおっぱいこう、うん、届きそうで届かないみたいなね、うん、まあ、トロイも進めないみたいな感じでねこれはすげえなーと思いましたね、うん、すごい芋かなと思ったらね、おっぱいだった、ね、おっぱいでしたよね、そこまで痛み重要の映画って老人も必ず出てきますよね、はいはい、なんかそういう老人、年老いてるけどこの生きることとかなんかこう性の執着みたいなのが貪欲な老人っていうのが割と出てくるよ、ね、そうですね、なんかそうですね、マーサ2のね、あのね三國連太郎もねバリバリでしたしね、あなんか快楽主義者というか本当食も性も目いっぱい楽しむみたいな、ね、だからね、まあ、本人がそうなんでしょうね、うん、本人は多分嫌なやつだと思いますけどね、本人は、うん、いや
もうエッセイとか読むとそこかしこなんかいやらしい感じがしますよね。あのね、お葬式日記で、はいはいはい、あの美術部に頼んだあの家の中の家具がことごとくひどいと、うん、なんただの本当に映画の慣例で用意したあの家具であって、もっとリアリティのあるものが必要なんだと。その老夫婦で、うん、あのちゃんとお金をかけて長年あの揃えてきた家具が必要だということで、自分の家にある家具を運び込んだ。嫌なやつだな、ね、でも、まあ、その家具は素晴らしいこと、本当に結構ちょっと嫌味なことをね、エッセイとかでよく書いてますね。そうですね、映画にね、人役買ってるんでしょうね、そういうところからね。映画面白かったらもう関係ないですか、ね、うん、いいですか、はい。ミスターピンクさん、うん、すみません、以前メールしたものですが、もう一つありましたので再度投稿いたします。嬉しいですね。戦後猟奇犯罪史の回で少し触れていらっしゃいましたが、今村翔平監督の復讐するは我にありです、うん、小形健さんの嫁役の倍賞光子さんと義理の父親役の三国連太郎さんが露天風呂に一緒に入るシーンが最高です。あれ良かったわ。三国さんが倍賞さんの背中を流していると、倍賞さんが三国さんの手を自分の爆乳に誘導するシーンを送っときます。三国さんが一旦もみもみしますが、うん、結局我に返って手を離すので、うん、その続きがないのが残念なところです。かっこちなみにあの現場は子供用プールを改装して露天風呂に見せて撮影したとのことです。倍賞さんはね、確かにエロいいおっぱいでしたね。エロかったな、あのシーン、うん、セックするんじゃねえのっていう ね、感じのシーンでしたけどね。栗太郎もすごい顔してたしね。はあはあ言ってたし。ちょうどからやっぱこうメール、ね、こう くださる方っていうのは、ええ、もみもみたいな、くんかくんかみたいな、タイタイ、そういうやっぱね、擬音語というか、なんかこうスポーツ新聞のエロ記事を連想させましたね。なめなめとかね、はめはめとかね。いいですね。山城慎吾的な、ちょめちょめちょめ、あのなるべく可愛らしく言おうとしてるんだけど結果エロくなっちゃうんですよね。ありますよね、そういうこと多々。面白いですね、うん、人はやっぱね、女に話を聞くと、ね、面白い、塩むくりの方の夜みたいな、すげえ、やっぱ外れがないですね、うつ伏せじゃないと女にできない人がいて、ね、友達にこすりつけるんですって、圧迫して床と自分の体とで、だからそれやるとやっぱすごいチンチンを痛めてしまう、もう出血とかもザラですよみたいなこと言ってて、でもそれ以外の方法を全くできない。至極ってのは何ですか、その行為はと、うん、や変態ですかみたいな。昔鶴瓶もそれなんか高校時代の連れと一番早く誰が行くかの話になって、よーいドンって言ったら一人だけうつ伏せになってグリッとその場でへこへこしてしたんですね。なんか理にかなってるっちゃ理にかなってる気がしますけどね。オナニーよりなんかちょっとセックスに近いなって感じます。近いですね、腰使ってるわけですからね。面白いですね。みんなでも文章がちゃんとしてますね。書けますか、こんな文章。書けないでしょ。書けない、書けない。途中でやめちゃうの。多分これ、メール書くとき一回下書きして、一生懸命ね、清書して、やってんじゃないですか。嬉しいですね。次いきますよ。はい、今、ラチオさんです。毎回楽しく拝聴しております。箇条書きですが、私の好きなおかず映画はこんな感じです。薄化粧の小形健 VS 浅野敦子、県警対組織暴力の松方弘樹 VS 池玲子、マークスの山の名取裕子 VS 萩原正人、身も心もの片瀬里乃 VS 江本明、完全なる飼育の小島聖 VS 竹中直人、軽蔑の鈴木庵 VS 高良健吾、レインディアゲームのチャーリーズ・セロン VS ゲイリー・シニーズ、チョコレートのハルベリー VS ビリー・ボブ・ソーンと、あとまた別のやつで三文役者の、荻野目恵子の風呂上がりの部屋、暴力脱獄で囚人の前で洗車する巨乳女、カッコルシールちゃんって書いてますね。カッコルシールちゃんって書いてますね。多分あれだ、勝手に命名してたやつ。そうですね。囚人がね、勝手に命名してた、スピーシーズ死の起源のナターシャ・ヘンストリッチのおっぱい多数、人が人を愛することもの、どうしようもなさの北島舞が電車内でのノーパン開脚、
マルホランドドライブのナオミ・ワッツとローラ・ハリングのレズシーン、うん、インビジブルのキム・ディケンスが寝てる間におっぱいいじられるシーン、ポルターガイストのお母さんが T シャツとパンツの姿で幽霊に襲われるシーン、はいはいはい、沈黙の戦艦でエリカ・エレニアックが巨大ケーキの中からトップレスで登場するシーン、うん、ヒストリー・オブ・バイオレンスでマリア・ベロのおばさんなのにチアガールコスプレで登場するシーン、うんうん、以上です。あー、もうすごいですね、羅列していただいて。これ単位がおかしいですよね。何バーサス何確かに、バズメからちょっとさらっと聞いてたけど、やっぱり試合みたいな誰の誰の顔みたいな、ね、バーサスなんだなんだろうなと思ったゴジラ対なんだろう感じになってますよね。格闘なんでしょうね、セックスが。そうですよ、バキですよ ね、 これね、それを見守る観客としてそっか手に汗握ってた、ね、いろんなメイバウトを見てるんだよね、うん、そういうことですよ、ね、あ、なるほど。おばさんなのにチアガールとか結構通ですね。これわかるわ。言っときますね、確かに、うん。おばさんがちょっとね、背伸びじゃないですけど、こう。これやらされてる ね、 ね、まあ。もしくはやってやろう感っていうか、ね。感っていうのはなかなかに来るものがありますよね。ありますね。たまらないですね。たまらない、うん。あ、そういうビデオあんのかしら、あんのかな、おばさんにセラフ着せたいとかってありそうですよね。ありますよ。何本かやっぱご覧になって、何発か抜いてるんですか。いや、ご覧になったことはないんですけど、うん、でもやっぱりそれは全然悪くないというか。でもたまにね、うん、あの渋谷とかに行くとあのギャルメイクしたババアがいて、超気持ち悪いんですよ。本当のババアなの。なんか。何歳ぐらいだ。もう50度から60度ぐらい。50絡みでしょう。見たことあります？怖い、うん。何人かいますよね、あの、トライブ。ね、あのトライブ、あのトライブ、あ、電車とかにたまに乗ってたりするでしょ。乗ってるんですよ。あら怖い。だから遠光掲示板とかでギャルですみたいな感じであれが来るわけですよ、長野さんの元に、うん、元にいやだからやっぱりギリギリのところだと思いますけどね、うん、だからその30ぐらいでセーラー服着てたら俺たまらないと思います。ということですよね、うん、いや奥が深いな。いいですね、でもこの方のちゃんと、ね、浅野温子、はい、僕薄菱は見てないんですけど、あの、うん、同じ浅野温子であの「高校大パニック の、はい、あの、うん、映画版の何ですか、映画版というか、あの、はい、メジャー版の「高校大パニック」でね、はい、屋上で浅野温子がねしょんべんするんですけど、あれがちょっとたまらなかった。もうちょっと金立ちしちゃいますよね、ジョロジョロジョロっつってね、石井壮吾が一番熱かった時期ですよあれが。そうそうそうね、クリザキサンダーロードなんか目じゃないですよ。ですよね、おしっこを出してるわけですからね、高校の授業で。数学ができんで何が悪いとかっていうね、人間ですよね。はい、大丈夫です。すいません。ちょっと、ヒートアップしちゃって、今クールダウンしてますね。最後ですね、バブさんからですね、はい、ボンクライガー館の皆さん、はじめまして、はい、私のおかず映画というか、妙に興奮した映画は、増村康造監督の赤い天使です、うん、従軍看護婦の若尾彩子さんが戦地の病院に派遣された早々、夜の見回り中に負傷した兵士に臨艦されてしまいます、うん、後に臨艦した兵士のリーダーが戦場へ復帰しますが、ある日その男が大怪我をして戻ってきます、うん、戦場で輸血する余裕などないのですが、輸血してくれ助けてくれと頼む兵士に対して、意外にも若尾さんは医者に自分の血を輸血してくれと頼むのです、うん、結局その輸血も虚しく兵士は死んでしまいます、うん、また別のエピソードで両腕を切断した兵士が意を決して若尾さんに自分の性処理をお願いします、うん、それも献身的に対応し、さらに自分の股間を手のない代わりに足の指で触らせてあげます、さらに踏み込んで非番の日にその兵士と外泊し、旅館にて自分の体を自由にしてあげます、うん、これ以上書くとネタバレになりすぎるのでやめておきますが、1966年に作られた作品なので今のような直接的な表現が大量にあるわけではないのですが、戦場という極限の場であるせいなのか、また若尾さんのけなげさというかひたむきな看護婦役に妙な色気を感じました。ただし若尾さんのヌードは代役を使ったそうです。あ、ボディダブル、ですね、前回のね、ボディダブル、はあ、なるほど、足の指で触らせてあげるとエロいですね。足こきですね。キャタピラーって見ました？あ、見てない。見てないんですけど、うん、あ、まあ、両手両足がなくて芋虫になってるってことですよ。なしか、あの、あれですよね、すごい寺島忍、うんうん、そう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 、寺島忍、もうずっと徹底的に性処理をやるんだけど、うん、だん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 その神さんの方が怖くなっていくっていう、うん、
まあ、見といて損はないですけど、まあ、エロいかっていうとちょっとまあ別の話、怖い感じです、ね、怖い過激な、うん、なんか怖そうでね、あれも借りれないですよね。さあ、本当怖がりですね。いろんなもんが怖くて、こんなもんが。あ、これ怖いやつだ。なんとかフォビアっていう病名がもう間に合わないぐらいの恐怖症の持ち主ですね。ありがたいですね。ちょっと見てみたいな、その若文子さんのやつとか、ピラニア3とか。ああ、そうですね。安村益蔵さん。あ、でそれ絡みでちょっと最近見出したんですけど、結構いろんなのあって面白いんですよ。あの猛獣ってあの江戸川乱歩の原作ってあるんですよ、はいはいはい、あれの映画化で、あの緑真帆さんっていう女優さん、石橋蓮司の奥さんが主演で、あのなんだっけ、有名な写真家とか彫刻家のモデルになってるんだけど、ある盲人がこう自分のモデルになった彫刻をぐわっ触ってるんですね、でうわっつってこう気持ち悪くて逃げるんだけど、別の日にあのマッサージ頼んだら、その盲人がたまたま来てて、気づいてなかったのかな、あれは。で、クロロホルムかなんかでこう眠らせて拉致されると、うん、で気づいたらその盲人のアトリエでモデルになってくれって言うんだけど、だんだんちょっと展開が怖くなっていくっていうか、ちょっとエロいですね。エロいです、しかも緑真帆さんの足とかむちゃくちゃ綺麗で、ちゃんとおっぱいも出ますんで、ね、緑真帆さんはいい女優さんですよね。人妻つながりで、昔パチンコ屋でバイトしてた頃に、ちょっとあの人妻の人とちょっとだけ仲良くなったこともあって、うん、はい、旦那いるんですけど、うん、旦那がなんか出張してるかなんかでいないみたいな感じでちょっとちょいちょい会ってたんですけど、うん、夜中急にある日、うん、突然ちょっと今ぐらいの時期ですよ多分、うん、梅雨だけ、うん、梅雨時に夜中で呼び出されて電話がかかってきて、ちょっと今から会えないっつって、うん、これなんかまずいこと起きたかと思ってですね、うんうん、チャリンコでちょっと待ち合わせ場所に行ったら、うん、ちょっと見せたいものがあると言われて、うん、なんかこれはまずいと、うん、でもできたのかと思って、うん、チャリンコで2人バーッと行ったらですね、うん、なぜかでかい家の前に泊まって、うん、これ本田宗一郎帝王見たいものとは本田宗一郎の家だったわけですね。それを見てる人妻の顔がね、目がランランと輝いててですね、うん、美しかった、美しくて、うん、多分イギリス領事館を焼き打ちした高内高杉晋作と同じ顔をしてたんだ。うん、いやもう頭がおかしくないですね。相変わらずの帰ったんですけどね、うん、あ、見て帰った、見て帰ったんですけどね、怖いなと思って。怖いね。相当精神が参ってないと、そんなことはしないですよね、やっぱ。怖かったですよ、本当に。意味が分かんなかったですね。でっかい問いをかけられたまま。うん、いまだに長間さんはその宿題を終えてないですね。これなんだって毎日言われてるんですか。ちょっと一個前回の言い残しやっていいですか。あのリー・トンプソンの話をしたんですけど、あの時カジュアルセックスっていう DVD がありますよって言ったんですけど、もう一個あのトム・クルーズ主演の、栄光の彼方にっていう青春ものの映画だと、トム・クルーズとリー・トンプソンはベッドシーンやってますっていう、というミニ情報だけ教えておきます。でもね、リー・トンプソンは結構脱いでたの知らなかったから結構ショックですね。アイドルでしたからね、僕らの世代だとね。なんか最近 J. エドガーに出てた。結構あのバックトゥザフューチャーズでリートムさんがこう不景メイクしてるの、結構それだけでもショックでしたからね。あのパート2で公共を、そう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 、ちょっとやめてと思いました。ピエロやないかと思いましたね。俺個人的にあのキックアスのオープニングの方で、うん、あのおっぱいの大きいメガネの先生を妄想であのブラ外してるシーンってあるじゃないですか。あります、あれだけでもグッときますね。まあ、というか抜いたんですけどね。お、最近じゃないですか。昨日今日ですね。昨日の話じゃないですか。昨日のことのように思い出す。早速昨日のことなんですけど、昨日抜いたみたいな感じにもうなってます。でもやっぱああいう妄想系いいですよ ね、 いいすね、学園のね、うん、学園妄想系っていいですね。いいっすね。僕妄想系って他に何あるんですか。いや、わかんない。妄想系っていうか、あのほらパンチラボーズとか超能力学園 Z とか、あそこら辺はやっぱもう僕、見ても、 もう男子校だったから、高校は。あ、そっか。やっぱなんか憧れがありましたよ、やっぱ。教
驚愕でなんかどんなことをしてるんじゃないかと、うん、あの古典の先生で毎回乳首が立ってる先生がいたんですよ ね、 すごいですね。あのニット系の服を着てて、それノーブラってことなんですか。ノーブラでござる、ノーブラ見てそろう柳ジョージ立ってそろうですよ、かわいい乳首がね、毎回月曜日だけ休むんですけどね、謎の、うん、まあ、彼氏と鬼のようにセックスしてヘタヘタなんだろうっていうことで一件落着でしたけどね。その問いは解決してる、それはもうすぐ、やっぱりあのモヤモヤしちゃってたんで解決して、ある日パチンとね、本田宗一郎じゃない、松下幸之助だったんだと、落合のところにありますよ本田宗一郎、あ、じゃあ間違いないです、ね、間違いない、リスナーの皆さんのそこを言ってもらってね、うん、ここで言われたんやっていうね、そういったあのサイゼレで2人でも一緒に帰りました。あ、そうなんだ、こんな宗一郎の話して、そんな宗一郎の話は一切しなかった、まあ、しなかったんですか、もうよく分からなかった、うわー怖いと、うん、あんまりほじくるとは言わないと危ないとやっぱ引きがいいですね、それはね、うん、こうなってやりたいっていう野心だったんですね、うん、もしかしたら長場さんにいつかこれぐらいの男になってほしいと本当にね、そうなのかなと思ったらね、ちょっとこの低体力がね、全くなくてしょうがないですけど、ね、そういう人にどんだけ差つけられてるんだろうね、本当ですよねっていうのを見て、現状も買えないみたいなね、見てムラムラする女っていう可能性、ああ、なるほどね、どういうことですか、でかい、ほらこれがそんな本田宗一郎の家よんってやっといて、うん、うわーってなってるとこでもうすっごい濡れてるっていう、本当に変態じゃないですか、もうでも作家の人に否めないですよね、劣等感を味わうなって見て、いろんな偉人の話をカレーサルはこういうことをやってると、で誰彼はお前の今の年齢の時こういうことを成し遂げてるみたいなことを言うんですよ、長間くんは中田と大体同い年よねみたいな言ってくるわけです、パチンコ屋のバイトでしたもう栗ちゃんがぷっくりしてくるわけですね、そんな話してると長濱さんが目からつその涙ペロってなんで、ね、悪魔のような人妻ですね、怖い、怖いりの微笑ですよ本当に、偉人の話とかされると本当に萎えますね、なんかね、いやもうやってないよって気持ちになる時もあるけど、ね、頑張ってね、僕らもエイトスしてね、おかずの味ばっかりしてる場合じゃないっつよ、ねえ、うん、そうですよ、料理人だったら褒められるところだね、そうですよ、しょうもないな感じですよね、確かに最近映画でね、あまりしてないですね、ね、うん、ねえって言ってたなんかキックアスでどうのこうのはもう全部録音されてますね、本当です、まあバッサリ編集しますからね、それは出さないと、僕がかっこいいように編集しますから、ね結構かけたですね。キックアスで。キックアスで。抜いちゃったーい。いいですね。やったらいいと思います。ですね、いいですね。やっぱりこうおかずの話っていうのは。人のおかずの話と笑えるね。面白い。そうですね。でまたあのちょっと俺もやってやろうみたいな気に、ね、なりますよね。今度は暇なと。この手もあったのか。うん、キャリアモスはね。悪いか。悪いか。あれちょっとすごかったですね。だってあれほら、マザー X の監督がラバーマニアかなんかでしょ。自分たちもなんか女の人の格好して、ああいうコンテージ来て。だから女王様に性転換させられたっていう。うん、もう知ってますよね、確かね。なんかね、蒸れたもんです。蒸れてるかどうかは。確かにね。好き嫌いがないやつだからね。キャッツアイのね、映画版、ね、実写版ね。うん。藤原紀香と稲森泉と内田有紀ちゃんのファッション、ね。そっか、そういやそうだ。うん、大活躍する。抜けそうですか、うん、いや、どこなんなんとか抜けるんじゃないですかね、まあそういうなんか見どころシーンみたいなのそんなないわけですよね、それかっこよく撮ってるから編集したら見れるんじゃないですか、その抜けるんじゃないですか、林改造、林改造です、林改造はなんか素材持ってそうな気しますからね、自宅再生用 に、 確かに、うん、なんか林改造並べて四つん這いにしてるところとか撮ってると思いますよ、
パーキングしてね。スパーキングして、うん、台本読ませて、四つん這いで。スタンドの台本読ませて。地獄極楽生まれ。結構ゆりを舐めたら承知しないよ、みたいなこと言わせてるわけですね。内田幸が言ってたまらないでしょうね、それはね。狂った監督の末路みたいなありますね。自分の昔の映画の台本読ませるって。大失敗したね。うん、大好きなんですけど、ジパングは面白いですよね。面白いですよね。そう、ジパングいいですよ、ね。高島アニ。高島アニ。素晴らしいですよね、あの映画。俺最近石井照夫の昔の映画ちょっとずっと見てるんですけど、うん、石井照夫監督の映画っていっぱいおっぱい出てるんじゃないですか、うん、全然興奮しないのはなんでだろうと思って、うん、やっぱシチュエーションなのかしら、撮り方なのかっていう、おっぱい出なくていい時にポンって出してやっぱりインパクトだけ狙ってる時とかありますもんね、うん、あとなんかやっぱ妙に間抜けな感じで撮ったりするじゃないですか、うん、あの人もやっぱエロく撮ろうとしてない時はありますよね、出りゃいいんだよみたいな壁とかみたいに考えてる時ありますよねより並べみたいなぐらいで正しい。あれもその緊急対策付き暴力ねとか深澤欽二もね、うん、なんか荒いですよね、とにかくね、大体レイプですもん ね、セックスがなんか、うん、全然前議しないでしょう、うん、すぐ入れますよね全部見てやろうかと思ってね、これもしてないこれもしてないみたいな、あチェックしてる前議の有無を一覧表作ってもらえものすごいまとまってでもなかなかやっぱ映画で君にとかしないですよね、まあそうです、ね、うん、花と蛇でね、あの石橋蓮司が杉本愛をめちゃめちゃ君にするんですけど、すごいエロかったですね、なんか、うん、満月なめの石橋蓮司の顔とか結構かっこよく撮ったりするんですよね今なめのは撮り方って意味ですね、両方ですダブルミーニングシンクロしてるわけですよ、計らずもちょっとそんなかっこいい感じになりましたそう考えれば石井隆もバカですよ、ね、バカ扱いですか芋なめの石橋レンジとか、普通だったらあの、ね、花とか写真とかを手前に置いてきてぼかして、ね、なんとかなめって言うんですよね、物が手前にあることね、うん、じゃあマンゲなめでいこう、マンゲちゃんなめで使わせてもマンゲなめ元気ないじゃん、技術部がドライヤーなんかね、あとワックス持ってこいっつってダイエスプレーかなんかね、そうダイエスプレーをねツンツンに立ててひでえいや実際でもそういうことが起こりうるんですよね現場っていうのは、うん、楽しいな、もうどうするこれ、あのまたヤフーの掲示板でリンクされたらされればいいと思いますね、うん、もっとね、いろいろ聞きたくなりますね、ですよね、メールとかもね、本当ありがたいですよね、すげえ面白かったし、じゃあ第3弾もしちょっと期間置いてやりますか、そうですね、うん、ちょっと本当にやりましょう、本当にこうやってね、なんかメールをくれる人がいるっていうのは嬉しいですね、うん、もうこの10人ですか9人ですか、もう呼んでね、なんか遊びましょう、ね、遊びましょう、居酒屋とかで、あ、バドミントンとかしてしましょうか、レクリエーションね、公民館とかで意見交換とかして韓国から呼ばなきゃいけないんですよ、あ、まあそれ特攻費用出しますよね、 ビートルで来てもらいますけどね、福岡で遊覧船の方の、じゃあこの辺で締めますか ね、 そうですね、じゃあもう、まあ、メール送っていただいた皆さんもありがとうございました、ありがとうございました、また今度またさよなら、ここでちょっとお知らせです、この間あのアンチャーテッドに引き続きましてですね、うん、ロックさんがまたちょっとお仕事絡みの宣伝をさせていただきたいということで、はい、はい、ですね、まあ以前撮ったんですけども、戦慄回帰ファイル怖すぎという、口先女捕獲作戦というですね、まあ、ホラーものの、DVD が7月4日に、発売になるんですけどね、はい、うん、まあ、これに僕も出てますんで、はい、まあ、ぜひ興味のある方はね、まあ、レンタルするなり買うなりして、はい、ぜひ見てください、レンタルもある、まあ、おそらくあると思うんですけどね、はい、僕もあんままだこの時点で詳細はあんまり知らないんですけども、まあ見た限りちょっと面白いんでね、よくできてます、はい、ぜひぜひちょっとおすすめなので、はい、よろしくお願いします、ちなみに、監督とか主演、監督はこれ白石浩二さん、白石浩二監督、はい、まあね、我々ちょいちょい会話の中に出てくる、はい、うん、ご存知の、監督が撮ってます、はい、ね、ああなるほどこうなったかというね、ちょっと面白い出来になってますんで、うん、よろしくお願いします、はい、はい、ということで、
はい、ちょっと、ホームページもリンク貼っておきます、はいはい、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。